2019年度演舞アスナロは日本三大神露の一つ神戸市にあるぬのべきの滝がテーマとなっております。ぬのべきの地で暮らす村人、その村人を襲うもののけ、村人は道の女神にまつわる弁財天に祈りを捧げます。暑い中ではありますが、やまびこのモットーである笑顔、元気、感動を皆様に届けられるよう精一杯演舞させていただきます。それではご声援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。ひとしずく集いて滝となる一打退路夢を9月ひたわ
ゆまびこ笑顔で撤収。ありがとうございます。ストーリー性があって見応えのある演舞でした。神戸大学よさこいチームやまびこの皆さんでした。続いて